れてた草。悲しくて草。はい、どうも、こんにちは、クリーラバーです。そして、はい、どうも、ゆっぽんです。はい、ゆっぽんです。ということで、前回ですね、はい、PS グローブの、キャラメルの動画をお届けしました。はい、で今回は、はい、僕も初めて触ります。おお、何でしょう。同じく GS グローブの外野仕様グラブ。はい、僕これ初めて触るんですけど、今回ちょっと こちらも使わせていただいてレビューしていこうかなと思います。これはですね、あの GS グローブ始まって最初のグラブです。あ、そうなんだ。最初の第1周目の最初に出た第1弾の初期のグラブ。初期の初期なんだね。今回はこちらの外野仕様を、はい、ご紹介していこうと思います。はい、まあ、自分自身も出身が外野ということで、はい、外野仕様グラブにはある程度こだわりがあるですので、外野手目線で今回はこちらのグラブをお届けしていきたいと思います。 OK です。プレッシャーかけていきます。はい、で、カラーはオレンジですね。そうです。で初期なんでラベルが青なんだよね。そうです。初期の外野手用のラベルは青なんです。で、持った時の第一印象としては、はい、結構指が長い。そうですね。ですね。GS は全体的に長めです。結構長くて、まあ、全体の大きさもある程度ありますということで、はい、まあ、実際に、まあ、使わないとね分かんないこともあると思うんで、はい、実際に使わせていただこうと思います。はい、ということでガイアノックユーポンに打ってもらいます。はい、お願いします。はい、ということで、それは外野手用なんですけど、私あのいまいち外野手用はよく分かんないんですけど、テラダレザー、テラダレザー、そして中に当てが1枚挟んでる、うん、そして、重すぎず軽すぎず、これはもう全共通です。うん、なので、それも今回も感じてもらいながら、あとそれもサンプルなんですけども、だいぶ使われてて、ね、もうしっかり柔らかいので、確かゴリスポさんも一時期使われたのかな、わかんないですけどね、使われたので、ぜひそれ一度使ってもらって、ありがとうございます。まあ、外野手出身ということなの で、はい、そうですね、ちょっとプレッシャーかけていきながら、はい、ちょっとしっかりとレビューしていきます。はい、お願いします。ということで、ゆうぽん様に外野ノックを打ってもらって、実際に GS グローブノックを受けてきます。まずこのノックを通じて分かったのが、ユーポンが外野ノックが結構上手いんですよね。フライを打つのが結構上手いっす。で、GS グローブで実際補給してみて、ちょっとグラブの指先にどちらかというと重心を感じるタイプかなというふうに思います。グラブ自体の指の長さもあるので、結構先端にね、重みを感じています。この型番のグラブは結構ウェブ下の安心感もすごくて、深く使えるグラブですので、ウェブ下で取った時にボールがブレないというか、取った時の安心感、こういうゴロでもね取った時の安心感っていうのは感じました。そしてどうしたか、どうしたか、外野手で自信があるって言ってた栗山さんやってますよ。皆さん、もっと栗山さんのいいプレー見たいですよね。うんうん、やっていきましょう。この後もね、ユーポンがすんごいやらしいところに打球を放ってきます。超えてる。よし、高見さん、外周で自信があるという人の配送です。どうですか、ビューティフル配送ですね。皆さんももっと見たいですよね。うんうん、このくだり撮影の時には気づかなかったんですけど、編集画面で気づいてちょっとイラッとしました。基本的にシャープな作りなので、こういう前の打球をシングルで取った時も安心感があります。はい、ということで、はい、スグローブの外野手を使わせていただきました。はい、個人的に受けていて、一番思ったのが指の長さをめちゃくちゃ感じますね。そうです。なので、で、バランスが結構、うん、こっち寄りになるんですよ、感覚的に。はい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 、なので振るときに結構こっちにバランスを感じるのグラブですね。縦に使う感じ、ザ縦って感じ。そうで、形的にはもう外野手用のオーソドックスの型なので、うん、形はすごい綺麗だし、やっぱ外野手用としての完成度っていうのはめちゃくちゃ高いグラブ。なるほど。っていう風に感じました。はい。グラブ自体が、はい、芯が結構薄くて、はい、軽い。はいはいはい。薄くて軽いから重量感はそこまで大きいんですけど感じないグラブかなっていう風に思います。うんうん、なるほど。なので外野手目線で言うとめっちゃ使いやすいグラブ。フライ取った時の安心感がある。あ、もう入ったら絶対逃がさないから。そうそう、逃がさないから安心感がある、はいはいはい、グラブなので。こちらね、高校球児でも、まあ、使ってくれる人が今後増えるんじゃないかなっていうような、ぜひ増えてほしいですね、外野手用グラブかなというふうに感じました。はい、わかりますか。わかりますか。ラブさん、はい、外野に自信があるって最初おっしゃってましたが、編集できるんで。いやいや、切らないです。編集できるんで。切らないです。切ってると思うんで。まあ、あれはカットしますね。あとは僕の技術不足ですので、はい、グラブ全く悪くありませんので。そうです、グラブは一級品ですから、はい、あとはもう使う人の問題ですから。そう、下手くそみたいに言わないよ。いやいや、ラマさんが下手じゃないですから、はい、
別にあの上手い人が使えばもっと上手くプレイできるし、あの下手な人でも、これ使えばもしかしたら今まで取れなかったやつが取れるかもしれないとか、確かにあるかもしれないので、ぜひ皆さん、一度 GS グローブ気になってる方はぜひ、サンプルね、あのモンタナさんに言ってもらえれば多分貸し出してもらえるのかな、わかんないですけど、それはもうぜひモンタナさんの DM に、はい、あの下貼ってると思うので、フリカムさんが貼ってますちゃんと、はい、なのでぜひ、DM に言ってください。また、はい、走る大井チャンネルさんとか、GS の公式アカウント、インスタとかやってるので、ぜひそちらに DM してもらってください。はい、ということで今回は、2回にわたって GS グローブを紹介させていただきました。はい、気になる方はユーポンに連絡をよろしくお願いいたします。はい、ということで埼玉県の皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。また来たいと思います。はい、ということで本日の動画は以上になります。チャンネル登録よろしくお願いします。それではさよなら。ありがとうございました。